こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロが誇る2つのコラボレーションライン、ユニクロ U と JW アンダーソン、この2つをですねミックスしながらコーディネートをしてみたいなと思っています。この動画の中でもですねよくユニクロ U ですとか JW アンダーソンというものが出てくるかなと思います。ユニクロというのは本来ですねかなりベーシックな服作りを得意としているブランドなんですが、ただこういったベーシックなラインだけではなくて今旬なものだとかトレンド感のあふれるものも展開していたりするんですね。それが著名なデザイナーとのコラボレーションラインであるユニクロ U だとか JW アンダーソンというものだったりするんですけども、それぞれにですね特徴みたいなものがあるんですね。ユニクロ U に関してはデザイン自体は結構ベーシックオーソドックスなものが多かったりするんですけども、特徴的なのはサイズ感なんですね。通常のユニクロのラインに比べるとかなりゆったりとしたものが多かったりするんですね。ですので最初にですねユニクロ U、 当時はですねユニクロ&ルメールだったかな、こういった名前だったかなと思うんですけども、その頃から結構たっぷりめのサイズ感のものが多かったんですね。その当時というのはビッグシルエットというものは確かにあったんですが、まだそこまでですね世の中に浸透しきってなかったので、その当時にはですねなんかサイズ感大きいなとか服に着られてる感じがするなっていうのが印象としては大きかったんですが、それから数年経て徐々にですねこういったビッグシルエットというものが社会に浸透していく中で、今見るとですねユニクロ U のサイズ感っていうのは時代の雰囲気に合っていてすごくしっくりくるなというふうに思っています。デザインはベーシックなんだけどサイズ感が今っぽいだとか、あともう一つ特徴があって色使いがですね結構独特だなというふうに思っています。例えばダークグレーだとか深めのグリーンだとか、あとはベージュだとかブラウンだとか、曖昧なカラーみたいなものも結構ユニクロ U は得意なんですね。なかなか言葉で表現するのが難しいような絶妙な色、曖昧な色というところを使いながらセンスのいい雰囲気というのを表現しているのがユニクロ U の特徴なのかなと思っています。一方で JW アンダーソンとのコラボレーションラインというのはこちらもですねやっぱり軸足はベーシックオーソドックスなものが多かったりするんですね。ただサイズ感に関してはユニクロ U ほど大胆に大きいということはなくて、割とですね通常のサイズ感のものが多いのかなと思っています。中でもですね特徴的なのは色使いだとか柄使いですね。ユニクロ U に比べると少しですね色合いに関しては明るいものも多かったりするんですね。あとはチェック柄だとか英国をイメージしたようなものも多かったりして、それがですね場合によってはなかなか着こなすのが難しかったりするんですが、それをですねうまく使いこなせると JW アンダーソンのコラボレーションラインも非常に便利なアイテムなのかなと思っています。あともう一つですね左右非対称みたいなところも結構 JW アンダーソンのデザインの特徴なのかなと思っています。このようにですね著名なデザイナーであってもそれぞれですね特徴が変わるのがユニクロ U と JW アンダーソンなんですが、今回はですねどちらの服もミックスしながらコーディネートをですね3つご紹介してみたいなと思っています。誰にでも似合うようなベーシックな着こなしというよりは今っぽさだとかトレンド感のあふれるような着こなしになっているので、初心者向けというよりは中級者向けかなとは思うんですが、よかったら皆さんも参考にしていただければなと思っています。はい、ということでまずは1つ目のコーディネートから解説をしたいなと思っています。上に羽織ってるのはユニクロ U のですね今季のダブルフェイスオーバーコートですね。こちらを羽織っています。その内側にはですね今度は JW アンダーソンの裏と表で色が異なるですねバイカラーのカシミアニットを着ています。そしてその内側にはですね白 T シャツを着て少しだけ首元だとかあとは裾の部分からですね白 T を覗かせるようにしています。でボトムスに関しては今季のユニクロ U のものですね。こちらはワイドフィットテーパードパンツを合わせています。そして靴に関しては白のスタンスミスですね。ここだけはですねちょっとユニクロではないんですけども、それ以外は JW アンダーソンとユニクロ U を使ったコーディネートになります。このようにミックスしてあげてもですね全く違和感のないコーディネートが完成するかなと思っています。基本的に使っているのはモノトーンのですね白、黒、グレーの3色だけなんですね。こういった色使いというのもシンプルではあるんですが、大人の男性には非常に似合いやすいのかなと思っています。今僕が羽織っているオーバーコートはですね結構今季は様々なブランドで取り扱いがあるんですが、チェスターコートのような定番的なデザインなんですけども、サイズ感がゆったりしていて少しですねトレンド感があふれるようなコート、こういったものを1着持っておくと結構ですね旬な着こなしは実現しやすいのかなと思っています。そしてこのようなコートの内側にはさまざまな選択肢があるんですけども、ニットを着たいだとかあとはスウェットを着たいだとか
もしくはですねパーカーを着たりするのがいいかなと思うんですが、今回はですね JW アンダーソンのニットを着ています。でニットの色が今回ブラックで、パンツもブラックなんですね。ですので黒黒ですよね。そうするとちょっと重たすぎるので、そこでポイントになるのが先ほどもお伝えしたインに着ている T シャツなんですね。これがちょっと覗くことで抜け感みたいなものが表現できて、そこまで重たくなりすぎないんですね。そしてレザースニーカーも白を選ぶことで、こういった細部の白でですね明るい感じを出してあげると非常にバランスがいいのかなと思っています。この着こなしはですね結構大人っぽいので僕自身も気に入っていて、これから冬の季節はですねガンガン着ていきたいなというふうに思っています。まあ、どのようなシーンでこういった着こなしをするかというと、ちょっとおしゃれな場所に買い物に行くだとか、良いものを食べに行くときとかは少し綺麗めな感じに振ってあげるのもいいかなと思うので、このような大人っぽい着こなしというのも一つの参考になるのかなというふうに思っています。今回のこのスタイルというのは結構ですね全身ゆとりのあるサイズ感かなと思います。コートもゆとりがありますし、ボトムスも結構ゆとりがありますよね。ですので今っぽくはあるんですが、なかなかハードルが高いなと感じる方はボトムスに関してはユニクロの細めのブラックジーンズなんかに変えてあげるのも良いのかなと思っています。この着こなしを一つの軸としながら、ちょっとずつこう変化球を交えてご自身なりのスタイルというものを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートを解説したいと思っています。上に羽織ってるのは JW アンダーソンの今季のですねモッツコートになりますね。これはですね大ヒットでしたね。まあ、色味がですね選択肢が2つありまして、濃いネイビー系のものとこちらのオリーブがあったんですが、僕は最初はですね前者のネイビー系がいいかなと思ったんですが、実際にこちらのオリーブを見たらですね色味がすごく良かったんですね。やぼったいようなオリーブ系のものではなくて、ちょっと上品な雰囲気が漂うので、これはですねこちらの色を選んで正解だったかなというふうに思っています。そして内側に着ているのは今度はユニクロ U のですねローゲージの丸首のニットになります。そしてボトムスと靴はですね手抜きで申し訳ないんですが、先ほどと同じようにユニクロ U のワイドフィットテーパードパンツと下スタンスミスになります。ちなみに3つ目のコーディネートもここの2つは固定してしまいます。まあ、下半身はですねそんなに変えなくても、上半身を変えるだけでイメージって大きく変わるんだよということをですね皆さんにはちょっと知っていただきたいなと思って下半身は固定をしています。ただ本音を言うと、ユニクロ U と JW アンダーソンの中で今季ボトムスはですねこの1本しか買わなかったので、今回はこちらを3つのコーディネートで着倒したいなと思っています。で今回の着こなしの主役はやっぱりですねこのモッツコートなんですね。まあ、モッツコートというとミリタリー要素の強いアイテムなので、失敗するとですねやぼったく見えがちなんですね。ですのでこのアイテムを着るときにはコーディネートを工夫することでバランスをとっていくといいのかなと思っています。まあ、注目したいのはまずは色なんですね。このようなオリーブ系に対してライトグレーだとかベージュだとか曖昧な色を合わせてしまうと、全身がですね引き締まりのない印象になってしまうので、要所要所でですねはっきりとした色を合わせてあげた方がバランスが取りやすいのかなと思っています。ですので今回は内側にはホワイト系のニットを合わせました。まあ、正確に言うとナチュラルという表記なんですが、かなり明るめの色合いなので、着こなしにですねパッと清潔感みたいなものが漂うのかなと思っています。そしてボトムスに関してはブラックで引き締めてあげると非常にですねバランスが取りやすいのかなというふうに思ってます。まあ、モッツコートという昔からある定番的なアイテムですが、まあ、ちょっとデザイン的にはですねデザイナーズのアイテムということで現代的なアレンジをされているというところが非常にかっこいいアイテムかなと思っています。これでですね1万円いかなくて確か8000円台だったと思うんですね。かなりコスパのいい買い物だったかなと思うので、まだ皆さんもですねチェックしてない方はぜひ試着をしていただきたいなと思っています。そして結構ユニクロ U のこの丸首のローゲージニットも気に入っていて、まあ、こういったニット系って結構ずっしりとするものが多いんですけども、このローゲージニットは結構肌触りもいいですし軽量なので着ていて楽なんですよね。それでいてコートを脱いで1枚で着ても様になるので、結構僕自身今季は気に入ってよく着ています。まあ、このように開けて着ていただいてもですねホワイトの見える分量が増えるので、より爽やかな印象になりやすいのかなというふうに思っています。こちらのコーディネートもすごく簡単で、単品で買ってあとは着るだけで完成するので、ぜひ皆さんにもお試しいただきたいなというふうに思っています。はい、続いてですね3点目のコーディネートを紹介したいなと思っています。今回上に羽織っているのはこちらはですね JW アンダーソンのダブルフェイスシングルコートですね。まあ、ちょっとオーバーサイズ気味になっているもので、着丈の長いものですね、こちらを羽織っています。そして内側に着ているのは今度はですねユニクロ U のスウェットプルパーカーですね。
色に関してはピンクという表記になっています。そしてボトムスと靴に関しては先ほどと固定で同じですね。ユニクロ U のワイドフィットテーパードパンツとスタンスミスのホワイトということで合わせています。今回の着こなしの主役というのはこのオーバーコートではあるんですが、それよりもですねこのパーカーのスタイルというところが一つの大きな特徴になるのかなと思っています。本来このようなウールのシングルコートってかなりきれいめなもので、まあ、プライベートの服というよりは仕事で着る機会も多かったりするかなと思うんですね。そういったものを私服として使うときにはややカジュアルなものと合わせた方が僕はバランスがいいのかなと思っています。ですので内側に着るものはニットとかでももちろん間違いではないんですけども、スウェットだとか今僕が着ているようなパーカーを着てあげると非常にですねカジュアル感の漂う着こなしというところが簡単に実現しやすいかなと思っています。しかも今回はですねコートの色がかなり重めのネイビーになっているので、内側に着るものまで濃いとですね結構全身暗くなってしまうので、今回はピンクという色を選んでいました。ただですね先ほどもお伝えした通りユニクロ U のアイテムというのはこの絶妙な色の雰囲気というところに魅力があって、ピンクという表記ではあるんですが、なんというんですかねちょっとベージュというかブラウンというかピンクというかそのあたりの3色がこう混ざったようなですねすごく綺麗な色合いになってるんですね。まあ、ホワイトのような差し色的に使うことができるんですが、色の雰囲気としてはちょっと曖昧なカラーで今っぽさというところも表現しやすいのかなというふうに思っています。ですので今回の着こなしの主役はこの2つですね。綺麗めなコートにカジュアルなパーカーを羽織るというですねちょっとしたギャップというところを楽しんでもらうと、おしゃれ中級者の方にはですね楽しんでいただきやすいのかなというふうに思っています。まあ、このような着こなしは僕はですねワンマイルウェア的に使いたいなと思っています。まあ、パーカーというのは休日にですねワンマイルウェアとして結構活躍するアイテムで、着ていて楽ですし結構あったかいのでめちゃくちゃ重宝するアイテムなんですね。ただこの1枚だけだとちょっと肌寒いかなと感じるときに、このような薄手のコートをさらっと羽織って外に出るのも良いのかなというふうに思っています。本来ですねこのようなシングルコートみたいなものはかなりずっしりと重量感があるものが多かったんですが、こちらはですねダブルフェイスになっていて非常に軽量なんですね。ですので気軽に着やすいというところも大きなメリットの一つなのかなと思っています。またコートって結構高いものはですね何万円もするものもあるんですね。でもこのようなユニクロのコラボレーションラインであれば1万5000円前後で買うことができるので、割と気軽に羽織りやすいのかなというふうに思っています。まあ、このようにちょっとビジネスっぽい雰囲気を漂うコートをカジュアルに落とし込むという着こなし、ぜひ皆さんもですねお試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロ U と JW アンダーソン、この2つをですねデザイナーコラボシリーズのアイテムをミックスしながらですね3つのコーディネートを提案させていただきました。今年はですねユニクロ U にしても JW アンダーソンにしても結構アウターが良かったなと思うんですよね。ですので今回ご紹介した3つの中から気に入ったものをいくつか足していただきながら秋冬の着こなしというところを楽しんでいただきたいなと思っています。今回もですね面倒くさがり屋の僕は下半身は固定してしまって、上半身のアイテムを変えるだけで印象をガラリと変えてみたんですね。中でもアウターが変わるだけで着こなして全然印象が変わるかなと思うので、ぜひ皆さんも今回の動画を参考にしていただきたいなと思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。